この番組はサクセスマガジン社の提供によりアメリカのパブリックテレビジョンを通じて全米に放映されたものです。I'm Ephraim Zimbalist Jr. こんにちは、エフレム・ジンバリスト・ジュニアです。アメリカの歴史には、早くからこの国の精神を明確に定義してきた一つの理想があります。その理想こそがアメリカンドリームなのです。多くの人が追い求めてやまないこのアメリカンドリームは、今や世界中で希望とビジネスチャンスを表すシンボルになっています。今回のアメリカンドリームのエピソードは、ミシガン州エイダの2人の起業家にスポットを当てていきます。1959年に自宅の地下室からスタートした起業家としての旅は彼らを世界有数の富豪へと導くことになるのです。彼らの名前はリッチ・デボス、そしてジェイ・バン・アンデル。今世界的に注目されている大企業アムウェイの創始者です。2人は良き友人であり天与のビジネスパートナーでもあります。そんな2人が始めた事業はほんのわずかな製品しかなかったにもかかわらず、フリーエンタープライズの理念に対する強い信念に基づいていました。この事業は後に全世界に広がり大企業へと成長していくのです。アムウェイはアメリカの企業としてスタートしましたが、今や45以上の国と地域でそのビジネスチャンスを提供しています。全世界で300万組以上ものディストリビューターがアムウェイの製品を販売し成功を収めているのです。そして今リッチ・デボスとジェイ・バン・アンデルの素晴らしきアムウェイのサクセスストーリーが始まります。それは1939年、折しもアメリカ合衆国が大恐慌の底から這い上がろうとしていた時である。過去10年にわたる不況の嵐はこの国に全国的な失業と貧困をもたらした。しかしこの低迷していたアメリカ経済にわずかに一条の光が差し込もうとしていた。大工業都市から郊外の農場地帯に至るまで、まるで春の雪解けのように大恐慌の爪痕はゆっくりとしかし確実に薄れていった。そして歴史的な経済の危機をかろうじて生き延びたアメリカは注意深くではあるが希望に満ちた未来に期待を抱き始めていた。そんな時代にミシガン州のグランドラピッズで2人の若者は出会い友情の絆を結ぶ。それからの50年以上もの間、2人の友情は世界でも有数の企業を育てていくことになる。この素晴らしい、そして今世界的に注目されている大企業アムウェイはリッチ・デボスとジェイ・バン・アンデルによって作り上げられた。彼ら2人の名前は必ず歴史に残るでしょう。それは単に無一文から大富豪になったものとしてだけではないと思います。それだけなら他にも多くの人が同じ成功を収めています。彼らが成し遂げた偉業は2人が起こしたアムウェイビジネスによって世界中の何万人もの人々が成功を手に入れたことなのです。ジェイと、リーチが作ってくれた思いやりのある資本主義、私はこれはアムウェイの、全てではないかと思うんですね。でもう一つは、フリーエンタープライズ、個人が、自分自身の、ビジネスを持つというこの素晴らしいことを、普通の人にそれも誰もができるような、プランにしてくれて、そして本当に成功できることを私たちに、教えてくれた。このやればできるっていうことを、教えてくれる、素晴らしい、ビジネスを世界中の人々がこれをずっと歴史の中で称賛すると思います。
1940年のことである。ミシガン州グランドラピズの高校に通う2人の少年にはいくつもの共通点があった。それは2人ともオランダ人を祖先に持ち、同じ時代に大恐慌を経験し、そして2人とも大の車好きだったことである。そんな2人の友情は旧式のフォード A 型車をきっかけに始まる。My father, Jay, 父ジェイとリッチは同じ高校に通っていて、リッチはジェイの2級下でした。私の祖父、つまりジェイの父親は車のディーラーの共同経営者だったので、ジェイは車で通学できた数少ない生徒の一人でした。それに目をつけたリッチはある日、ガソリン代を払うから通学の際同乗させてくれないかと持ちかけました。幸い2人は近所に住んでいたため、この契約はめでたく成立しました。彼らの友情はこの時を境に始まったのです。この無邪気な少年同士の間で交わされた商談の成立は、彼らの生涯にわたる深い友情と共同経営のパートナーとしての始まりだった。夏休みのある日、この二人の少年にビジネスパートナーとしての初めてのチャンスが訪れる。その仕事とは、車のディーラーを経営するジェイの父親からの依頼だった。私の祖父はある時、モンタナ州の客に2台の車を売り、それを届けなければなりませんでした。そこで祖父は私の父ジェイに、リッチと一緒にモンタナまで車を届ける気はないかと持ちかけたのです。この時リッチは確かまだ15歳で免許を持っていなかったのですが、彼らは僕らにやらせてくださいとすぐに飛びつき、2台の車を届ける旅が始まったのです。彼らはこれを立派にやり遂げ、私の祖父から25ドルずつの報酬を受けました。こうして彼らの最初の共同事業は成功したのです。二人の友情の絆はますます固く結ばれていくのだが、次の共同事業の開始には終戦を待たなければならなかった。彼らは徴兵され戦場に赴いた。旅立つ前に彼らは、無事戻ったら必ず共同で何かの事業を起こそうとお互いに誓い合う。終戦とともに、まず年上だったジェイが復員した。そしてその数ヶ月後に短い休暇を取ってリッチが帰郷。二人は変わらぬ友情を確かめ合い、共同事業の計画を真剣に語り合った。当時のアメリカはかつてない希望と期待に満ちていた。リッチとジェイはそれを心から喜び、また共有していた。ちょうどその頃、飛行機が注目を集めていました。彼らはきっとこれからたくさんの人が飛行機の操縦を習うことになるだろうと考えました。車と同じように一家に一台の自家用飛行機、しかもその格納庫を家のそばに持つことさえそう遠くないことに思えたのです。こうして次の事業が決まったのです。ジェイは幼なじみのジェームス・ボッシャーと共に近くの飛行場に飛行訓練学校を開設し、リッチの帰郷を待った。ウォルバー・リーン・エアサービスと名付けられた3人の事業は幸先の良いスタートとはいかなかった。企業の成長にはつきものの様々な障害をリッチとジェイは挑戦として受け取り楽しんでいたが、3人目のパートナーボッシャーにとってそれは苦痛でしかなかった。結局1948年、創業からわずか18ヶ月後にボッシャーは彼の権利を売り渡し、リッチとジェイはまた二人でその旅を続けることになる。
オランダ人の労働に対する考え方をよく表したことわざがあります。怠け者の手には悪魔が宿る、つまり常に働くべしということですね。当時2人は日中は飛行訓練学校の業務に従事していました。しかし夜の間はずっと手が空いていたので、何か夜にできる商売も始めてみようということになったんです。カリフォルニアへの旅の途中で見たことのあるドライブインレストランというものを真似て、格納庫の脇にリバーサイドドライブインという名でレストランを開店したんです。昼間は飛行機を飛ばし、夜になるとハンバーガーやミルクシェイクを作るという一風変わった生活でした。この事業は成功を収めたのだが、レストラン業は彼らに富と名声をもたらす切符にはなり得ないと2人はすぐに判断した。父は冗談交じりにこう言っていました。レストラン業は一度だけやったことがあるが、一度で十分だった。問題はみんな同じような時間帯に空腹になるから、店の混み具合を平均化できないことなんだ。つまり毎晩決まった時間に一気に客が押し寄せては席が足りなくなる。でも他の時間帯はいつも空っぽなんだよ。こうして父とジェイはレストランの経営に見切りをつけたんです。すぐにでも新しい事業を始めたくてうずうずしていた彼らだったが、次にやることはあのドライブインレストランよりもさらに冒険的で手応えのあるものでなくてはいけないと決めていた。私の父とリッチが冒険好きであることはみんな知っていました。飛行機に乗っていたくらいですから。しかし彼らがヨットを手に入れ二人で世界一周することに決めたと言った時には、さすがの祖父母も信じなかったと思います。きっと笑って、それはいい、やってみるといいよとでも言って本気にしなかったでしょう。でも私の父とリッチには強い意志があり、決断も固いものでした。しかし一つ問題がありました。二人ともヨットの操縦の仕方を知らなかったのです。旅は困難を極め、幾度も迷ったそうです。父はこう語ってくれました。日のあるうちは一日中どうやってヨットを港に入れるかを心配し、夜になると今度はどうやって次の朝ヨットをそこから出すかで頭がいっぱいだったよ。しかしカリブ海に着く頃には彼らの航海技術も少しずつ上達していきました。だが1949年3月キューバ沖で彼らの幸運は尽きようとしていた。彼らは最初に決めた予定に一日も遅れることなく故郷に戻った。それは出航からちょうど12ヶ月後だった。そしてそのすぐ後にリッチとジェイの未来を決めた事業との出会いが二人を待っているとは知る由もなかった。私の祖父のいとこにニール・マスカントという人物がいて、ニュートリライトのディストリビューターをやっていました。航海から戻ったある日、祖父は私の父とリッチに、ニールに会ってみたらどうだい、彼は面白そうなビジネスをやっているからと話を持ちかけたのです。私の父もリッチも1年の長旅から戻った頃にはウォルバーリンエアサービスを売って手に入れた資金がすっかり底をついていました。
ですから再び新しいビジネスチャンスを探していたのです。はるか南米まで旅したことで彼らの冒険に対する欲求は満たされ、再びビジネスの世界に戻る心の準備ができていたのだと思います。ジェイの親戚が彼らに紹介したビジネスとは、カリフォルニアのニュートリライトの栄養補給食品を各家庭を直接訪問して販売するというものだった。1940年代の後半、ニュートリライトはネットワークビジネスを取り入れた草分け的な企業でした。もちろんその頃すでにダイレクトセリングはよく知られていましたが、ニュートリライトはそれよりさらに一歩先を行っていたのです。この会社と契約を結んだ独立したディストリビューターは、製品を販売するだけではなく新たなディストリビューターをスポンサーするのです。そしてその新規のディストリビューターを教育し販売を助けることで、そのグループの売上の一部をコミッションとして受け取るというものでした。当時ネットワークビジネスという言葉自体誰も聞いたことのないものでした。今でこそそれはごく一般的な流通形態として認識されていますけれど、ニュートリライトは1930年代初期にカール・レンボーグ氏によって創設された。彼は栄養学の世界でいくつかの独自の学説を生み出した生化学者である。私の父は人間に必要不可欠な栄養素をほとんどの人が食事から十分に取れなくなっていると考えていました。そこで1934年必須栄養素を豊富に含む自然の栄養補給食品をオランダガラシやパセリ、そしてアルファルファなどの植物をもとに製品化したのです。1949年の秋、当時23歳のリッチと25歳のジェイはニュートリライトのディストリビューターになるための申し込み書にサインをした。彼らが販売した主な製品は箱に詰められたダブル X と呼ばれるビタミンやミネラルを含んだ総合栄養補給食品だった。販売促進用のパンフレットと製品サンプルを手にした2人の情熱的なビジネスパートナーは、成功の確信を持ってこのビジネスに着手した。最初の2週間彼らは懸命に働いた。しかし2人が売ったのはなんとたったの一箱に過ぎなかった。運命はここでこの若い起業家たちを幸運に向けて後押しする。彼らのスポンサーのニール・マスカントがシカゴで開かれるセールスセミナーに参加することを勧めたのだ。そこで彼らが見たものは、大きなホテルの大広間を埋めた、すでに成功を手にしたたくさんのニュートリライトのディストリビューターたちだった。そしてその中の多くは何年もの経験を積んだ人々だった。このセミナーに感動したリッチとジェイはグランドラピッズに戻り、そのネットワークビジネスに自分たちの未来をかけてみる決心をした。彼らのプランは簡単だった。日中は製品のパンフレットを配り、見込み客の開拓に充てた。夜になると新規ディストリビューターの家でスポンサーするためのビジネスミーティングを開いた。当時私たち夫婦はビジネスの機会を探していました。そんな時私の友人が訪ねてきて言いました。栄養補給食品を売って100万ドルのビジネスにする方法を教えてくれる23歳の青年を知っている。私は半信半疑でした。しかしその青年がやってきて素晴らしい説明をしてくれたんです。彼の名はリッチ・デボスと言いました。1950年代の初期、リッチとジェイは20代の若さで彼らの天職を見出した。それはユニークな販売方法のネットワークビジネスだった。その成功の鍵は人と人とのつながりにあった。彼らは日ごとに共同経営者としての絆を強めていった。1950年代は2人の独壇場だった。彼らはお互いの長所を最大限に引き出し合い、いつしか彼らの組織は2000人を超えていた。
リッチとジェイがまさに順風満帆に事業を展開しているときに大きな問題が持ち上がった。それは2つの異なる会社から成り立つニュートリライトのユニークな企業形態がもたらしたものだった。2つの会社の関係は長い間とても順調に見えた。しかし1958年になると、創始者であるカール・レンボーグと販売を担当してきた2人、マイティンガーとキャッセルベリーとの間の大きな確執が表面化した。リッチとジェイはその頃には最も成功したディストリビューターになっていた。彼らはカリフォルニア州にあるニュートリライトの本社に出向き、なんとか2つの会社の仲を取り持とうと努力したのだった。しかし時すでに遅く、長年にわたる両者の確執により、組織そのものに取り返しのつかない深い溝ができてしまっていた。この時のジェイの飛び抜けた外交的手腕はニュートリライトの創始者カール・レンボーグの目に留まった。将来を見据え辣腕を振るうジェイに、レンボーグは全セールス部門の統括を託したいと申し出た。これはジェイにとって素晴らしいチャンスだった。しかしそれを受け入れることは同時にリッチとの共同経営の終わりをも意味していた。ジェイは大きなジレンマに陥りました。レンボーグ氏はニュートリライトの全てのセールス部門のトップを彼に任せたいと申し出ていました。しかしジェイは私の父とのパートナーシップの方が重要だという結論を下したのです。互いの長所と才能を最大に引き出し合う関係は得がたいものであり、二人一緒の方がはるかに効果的に仕事ができると悟っていたからです。ジェイはレンボーグ氏の申し入れを丁重に断り、父のビジネスパートナーを続けていくことにしたのです。この決断の後、リッチとジェイ、そして彼らの組織を代表する数人のディストリビューターたちは、ニュートリライトの2つの会社間の問題を解決するために思い切った手段を取ることにした。リッチとジェイの組織の中に、オハイオ州の優秀なディストリビューター、ジョー・ビクターがいた。大きな問題を抱えたニュートリライトの先行きに不安を感じているディストリビューターがたくさんいました。そしてこの状況を検討するためにミシガン州のチャーレボイというところでミーティングを開きました。ある晩ミーティングの後、リッチとジェイ、そして私を含めた数人のディストリビューターたちが集まり、一晩中将来について話し合いました。その時に私たちは団結することに決めたのです。そしてアメリカンウェイアソシエーションという組織を結成したのです。その時彼らはこの組織がとてつもなく巨大なものになるなどとは夢にも思っていなかった。リッチとジェイがこの組織を率いることに決まった。この新しい会社はジェイ・バン・アンデル家の地下室でひっそりと、だがしっかりとした産声を上げた。この新しい会社の名前はアメリカンウェイアソシエーションから取って、単にアムウェイと呼ぶことにした。 After we formed the American Way Association、1959年にリッチとジェイがアムウェイを組織した後、私たちはアムウェイで扱う新しい製品を探し始めました。一番最初は戦車関係の製品を販売することにしましたが、これはうまくいきませんでした。そんなある日のことです。友人の一人が私に、何か新しい製品を探しているというのは本当かいと聞いてきました。私がそうなんだよと答えると、彼はそれじゃあいい製品を紹介するよと言います。私は一体何なんだいと聞きました。すると彼は、それは濃縮洗剤でフリスクという名前なんだ、きっと気に入ると思うんだけどと言ったのです。ジョー・ビクターと私の夫のフレッドがその製品をオハイオ州のアクロンで見つけ、早速リッチとジェイに知らせたのです。その日はあいにくジェイは都合がつかないけれど、翌日トレドでリッチが会うと約束してくれました。そこで私たちはフリスクという液体洗剤のサンプルを持っていったのです。アムウェイのディストリビューターたちはこの製品を熱心に販売した。そしてその売れ行きは工場の生産が間に合わないほどになった。
その後リッチとジェイは製造元からその権利を買い取り、新たにリキッドオーガニッククリーナー LOC と名前を変えた。他にもいくつかの新製品が生産ラインに加えられた。最初からよく売れたのは SA8 と呼ばれる濃縮洗剤で、この製品は LOC と並び成分解しやすく環境に配慮した製品として知られるようになった。アムウェイはさまざまな分野でいつも時代を先取りしていました。その良い例が1960年代に浮かび上がってきた環境汚染の問題です。人々が環境問題に関心を寄せ始め、さまざまな製品について厳しい目を持ち出したちょうどその時期に、リッチとジェイはLOC や SA8 などの製品を打ち出したのです。こうしてアムウェイはいち早く人々の抱いていた不安や疑問に応えようとしたのです。全く素晴らしいタイミングの良さでした。当時ダイレクトセリングの概念は成功からは程遠いものと考えられていた。大方の反応は、懸命に働き中産階級の心地よさをやっと手に入れたサラリーマンがなぜパートタイムで洗剤を売る必要があるのかというものだった。しかしリッチとジェイは自らのビジネスで成功したいと考えている人々が大勢いることを知っていた。そのような考えを持つ人々にとってアムウェイビジネスはまさに千載一遇のチャンスだった。1964年リッチはアメリカの歴史に残るスピーチを行った。Fellow Americans, Canadian friends from the North, it's an honor to be with you tonight. Rich is one of the greatest speakers. リッチは世界でも有数の素晴らしい演説家です。1964年に行われた講演セリングアメリカの中で述べられたフリーエンタープライズの概念は、当時アメリカ全体に大きな影響を与えました。それはそのまま現在のさまざまな国の人にも当てはまります。当時国会議員で後のアメリカ大統領ジェラルド・フォードはこのスピーチに大変感銘を受け、その草稿のすべてを1965年の議会で読み上げた。1960年代末、リッチとジェイはフリーエンタープライズの理念と起業家としてビジネスで成功するためのチャンスというメッセージを掲げた。アメリカはこのメッセージに耳を傾け始めていた。ジェイの自宅の地下室で生まれた小さなアムウェイという企業は、創業後11年経った1970年には1億ドルを上回る年間売上を記録した。この劇的な成長と10万人ものディストリビューターの努力が実り、アムウェイは徐々に人々の関心を呼び注目を浴び始めた。しかし必ずしもいい評判ばかりではなかった。1960年代から70年代はまだまだネットワークビジネスは新しいもので、多くの人々はその本質が理解できませんでした。そのため悪いイメージが生まれてしまったのです。それはほとんどの場合コミュニケーションの失敗が原因でした。ネットワークビジネスを理解できなかった人は、それを違法なピラミッドと呼ばれるマルチ商法や一攫千金を謳った悪徳商法と同じようなものとして捉えてしまったのです。そんな悪いイメージにさらに拍車をかけたのが、1960年代から70年代に生まれた悪徳商法を展開するいくつかの会社だった。ちょうどその頃はピラミッド商法の最盛期でした。いくつものそんな会社が生まれ、例えば人々に一度にガレージいっぱいの商品を売りつけることで多額の利益を約束するような類の悪徳商法が横行していました。一攫千金を餌に正直な人々を騙すようなとても悪どいものばかりだったのです。もちろんそんな会社は決して長続きしませんでしたがね。アムウェイの販売方法は
違法なネズミ講やピラミッド商法のそれとはかけ離れているにもかかわらず、1975年新聞に政府はアムウェイのセールスマーケティングプランを調査する決定を下したと書き立てられた。そして調査開始から5年後の1979年5月、アメリカ政府は調査の結果を発表した。It's interesting. I think it was somewhere around 1980 when the 5年間にわたる政府の調査のため、アムウェイに関するさまざまな悪い評判が立ちました。しかしそれでもなおアムウェイの売り上げは伸び続け、その5年の間に3億ドルから10億ドルにまで成長していきました。そしてやっと政府は調査の最終結果を発表したのです。それはアムウェイは全く合法的であるばかりでなく、人々に素晴らしいビジネスのチャンスを提供している企業であるというものでした。かくしてリッチとジェイによるフリーエンタープライズ、個人による自由な事業活動の申し子アムウェイは、1970年代の終わりにいよいよ世界に進出していく。私は作家としてアムウェイのミーティングに参加し、世界中のアムウェイの人たちにインタビューする機会に恵まれました。タイでは何千人もの人々がサッカー場のグラウンドに座って受けているビジネスの説明会に参加しました。イタリア、ドイツ、日本、その他にもたくさんの国々に行きました。この経験を通じて学んだのは、アムウェイはアメリカ人だけではなく、夢とやる気のある全ての国の人々にビジネスチャンスを提供しているということでした。アムウェイの提供するビジネスは、自分の将来の経済状態を自分の手でより良いものにしたいと願う全ての文化のあらゆる人々の欲求に応えてくれます。それこそが万国共通の魅力なのです。1959年にリッチとジェイが築き上げた企業理念はまさにアメリカ的なものであった。しかしすぐに彼らはこの理念が国を越えて人々を引きつけるということに気づいた。I think the idea of Amway works. アムウェイが世界中に広がった理由は、結局人間はどこにいても基本的に同じだということでしょう。自分で事業をしたことのない人々に事業主になるチャンスを提供することで、彼らの中に眠っていた夢が生き生きと蘇るのです。たとえどんな国に生まれ、どんな言葉を話したとしても、成功に至る心理は同じで、国境を越えて存在するのです。そうですね。まず、人間ならば夢を叶えたい、これは世界中の人々が、思っていることだと思うんですね。そして次はですね、誰もが使う製品、高品質な製品を、世に出す、これも、戦略的には大成功だったと思います。そして最後はやっぱりジェイとリッチの作った企業理念ですよね。この企業理念に、世界中の人々が、どんどん共感していったんじゃないかと思うんですね。これが世界で、成功した要因じゃないかなと思います。彼ら二人の名前は単に無一文から大富豪になった人間として歴史に残ることはないと信じています。それだけのことなら他にも多くの人が同じ成功を収めているからです。
彼らが成し遂げた偉業はアムウェイビジネスというものに象徴されています。つまり彼ら2人だけが成功したのではなく、2人が起こしたアムウェイビジネスによって世界中の何万人もの人々が成功を手に入れたのです。1990年代初期にリッチとジェイが引退する頃には、彼らは世界でも有数の富豪となっていました。1959年に自宅の地下室から生まれたアムウェイは、たった一代で世界最大の規模を誇るダイレクトセリング企業となったのです。リッチとジェイによるフリーエンタープライズの理念と、ビジネスで成功するチャンスは、今や45に及ぶ国や地域に住む300万組以上のディストリビューターの間に深く浸透しています。2人の仲の良い青年が兵役を終え、1945年に故郷に帰った。2人がその時抱いていた経営への夢と、たった一箱の栄養補給食品が秘めていた素晴らしい未来への可能性を一体誰が予想し得たでしょうか。エフレム・ジンバリスト・ジュニアがお送りしましたアメリカン・ドリーム素晴らしきアムウェイストーリーはいかがでしたでしょうか。